こんにちは国用デザインアワードの佐藤です。この度はご視聴いただきありがとうございます。それでは、国用デザインアワード2023応募に関するご説明をさせていただきます。内容はこちらの4項目に分けてご説明いたします。1つ目が国用株式会社のご紹介、2つ目が国用デザインアワードの特徴について、3つ目が テーマの説明を含む国用デザインワード2023の募集要項について四つ目は、昨年グランプリを受賞されたエミレアンド・ジョセフのお二人に応募時に意識されたこと、テーマの捉え方プレゼンテーションシートや模型作成への取り組みについてお話をいただきます 1. 国用株式会社のご紹介 国与といえば多くの方々にはキャンパスノートをはじめとする文房具メーカーというイメージが一般的ではないかと思います。今から117年前に帳簿の表紙を作るところから始まりノートや便箋など紙製品を中心に全国規模のメーカーとして成長し1960年代からはオフィス家具市場にも進出しました。現在文具や家具だけでなくオフィス空間そのものや コンサルティング・テレワークのための家具それらに付随するサービスなど人々の働く・学ぶ・暮らすシーンを総合的に支えるメーカーとしてさまざまな事業を行っています国余は今年会社の存在意義をワクワクする未来のワークとライフを予告することにあると定義しました社会は今以上に複雑になり 先行きの見えにくさや将来の不安定さは変わらないかもしれませんしかし国用はクリエイティビティと多様性があればより良い未来が生まれると信じています過去にとらわれることなく自由にクリエイティブにそしてより自分らしく生きられるように一人一人の自分らしいチャレンジに伴奏しワークとライフの新しいスタイルを提案し続ける会社を目指しています未来の社会を予告するための源泉は 国用が培い築き上げてきたお客様の課題に共感しお客様と共に新しい価値を作る共感競争ですそれを支えるのは体験を可視化する体験デザインと実験を繰り返し続ける実験カルチャーこの2つの考え方が国用デザインワードを継続して開催する根底にあるという考え方ですそれではこの後早速国用デザインワードのご説明に入っていきましょう 国舎デザインワードの特徴国用デザインワードの特徴は大きく2つご紹介いたします。テーマの変遷テーマは毎年審査員と国舎が社会背景やその時にデザインを通して考えたいことを設定しています。審査ではテーマをどう理解し作品に落とし込んでいるか。 というポイントも評価のポイントとして加味されます。国用デザインアワードにおける審査は2回あります。一次審査は応募期間中にご提出いただくプレゼンテーションシートによる書類審査です。一次審査では約10組のファイナリストを選定します。選ばれたファイナリストは最終審査に進んでいただきます。事前に作品模型をご用意いただき、 最終審査会では審査員の前でプレゼンテーションを行っていただきます。それぞれのプロセスで応募者がテーマをどのように解釈したかという点は重視されるポイントとなっています。もう一つの国与デザインアワードの特徴は受賞作品品の商品化です受賞作品を商品として世の中に出すことによって受賞者の今後の活躍をサポートすることを目指しています。 これまでに角消しをはじめ名前のない絵の具本当の定規や白と黒で描くノートなど20作品の商品化を行いました商品化にあたっては単に作品をそのまま再現して発売するわけではありません市場性や開発や生産の技術的なハードルと向き合いもちろん作品のコンセプトは大事にしながらも時に柔軟に変化させていきながら商品化を進めていきます 商品化のプロセスは作者の皆さんと連携しながら進めていきます商品化にあたっての方向性や使用の打ち合わせにご参加いただいたり制作現場に一緒に訪問いただくこともありますまた商品化後に改めて評価をいただくことも多く国内外のプロダクトやデザイン、広告などの賞を受賞しています直近では2020年に商品化した白と黒で書くノートが ジダデザインミュージアムセレクションに選出されました。三国曜デザインアワード二千二十三募集要項。今年のテーマはエンブレイスです。エンブレイスを辞書で引くと包摂法,法要といった語訳が出てきますが、今回は 様々な違いや課題を受け入れて肯定することでポジティブな未来を生み出していこうといった意図を込めてテーマとして設定しましたテーマに込めた思いとしてボディコピーを用意していますのでぜひ読み解いてください募集対象は働く、学ぶ、クラスシーンで用いる文具、家具、道具全般です審査の際に重視するポイントは次の5点になります 社会の課題に対する解決の提案が含まれていること、人を前向きにする要素が含まれていること、アイデアのユニークさ、プロダクトデザインの実現性、商品化の可能性、すべてを完全に網羅する必要はありませんが、全体のバランスを見て審査を行っていきます。応募資格についてです。企業、団体、あるいは個人やグループ、年齢、性別、職業、 国籍は問いません応募作品は国内外未発表のものに限ります2023年3月18日予定の最終審査にてプレゼンテーションができる方になります賞と賞金についてグランプリ1点賞金は200万円です優秀賞は3点賞金はそれぞれ50万円ですそして今回国用デザインワードの20周年特別賞として 予予告告賞を最大20点選定いたします予告賞は国舎デザインアワード20回目を記念する特別賞として全応募作品の中から学生の応募者を対象として将来の活躍への期待を込めて選定する賞になります。「国舎のパーパスであるワクワクする未来のワークとライフを予告する」にちなみ提出されたプレゼンテーションシートから「 ワクワクする未来を予感させる提案として優れたものを最大20点選定します模型審査はありませんスケジュールは7月29日金曜日から募集を開始しまして10月11日火曜日日本時間正午の12時締め切りとなりますその後11月下旬に行われる一次審査会を経て選ばれたファイナリストには12月中旬をめどに通知いたします 最終審査会は2023年3月18日土曜日に東京にて開催し、同日に表彰式も実施を予定しています。各審査での提出物ですが、一時審査は A3 サイズ縦のプレゼンテーションシートを PDF か JPEG 形式で提出いただきます。細かい条件はホームページをご確認ください。最終審査ではプレゼンテーションシートを再提出いただくとともに、 模型を制作していただきます一次審査で提出いただくプレゼンテーションシートですがまずは書類審査になりますのでフォーマットはルール通りでご提出いただくことをお勧めします審査では多くの書類に目を通すことになりますので決まった場所に決まった情報を記載いただいた方が伝えたい情報がしっかりと伝わります左上に作品タイトルと一般名称右上に作品のコンセプト 中央に作品や使用シーンが伝わるイメージを下段に寸法入りの3面図を入れるレイアウトが基準となります。今年度の審査員はこちらの5名です。左からマットエバーチーフクリエイティブオフィサーの川村正史さん。数々のグローバルブランドのキャンペーン企画や映像演出、プロダクトデザインなど活動は多岐にわたります。アトリエ強したねアーキテクツ代表。 種剛さんフランスを拠点に活躍されている建築家で国内では2036年完成の帝国ホテル建て替えのデザインアーキテクトに就任されていますデザイナーの田村直さんは今年から新たに審査員に加わっていただきましたニューヨークを拠点にプロダクトからインスタレーション空間デザインまで幅広く活動されていらっしゃいますデザイナーの柳原さんもまた日本のみならず フランス、オランダ、デンマーク、台湾にも拠点を持ち、空間からプロダクトまで、国やジャンルの境界を超えたプロジェクトを手掛けられています。タクトプロジェクト代表、デザイナーの吉泉聡さんは、クライアントワークのみにとどまらず、実験的な自主研究プロジェクトを手掛け、ミラノサローネやデザインマイアミなどでも発表され、注目されています。 今年のキービジュアルのクリエイティブディレクションを手掛けられています。以上の5名となります。ホームページや各種 SNS でも応募に役立つ情報を発信しています。ホームページでは商品化アイテムのご紹介や受賞者のインタビュー、YouTube では今年のテーマについての審査員の皆さんのコメントも随時公開していきますので、ぜひご参考にしてください。他、 Facebook や Twitter も応募に関する情報を発信していますので、ぜひチェックしてみてください。続いては昨年グランプリを受賞されたエミレアンド・ジョセフのお二人、エミレ・マリジョアニさん、ジョセフ・シャテニさんにご登場いただきます。エミレアンド・ジョセフのお二人、えー、こんにちは。Hello.Hello.Hello. Hello. Hello. それではインタビューを始めたいいと思います、えー。お二人コクヨデザインアワードに応募したきっかけを教えてください。Uh, honestly, the the to DESIGN main reasons. we decided the, the, reason. the first one is two apply because AWARD for for thought brief, because subject. meaning was emotions. Uh, it was quite unusual to see emotional, uh, subject in a contest. And that's why we decided to work in, uh, to try to avoid a bit the industrial part. And that's why it's big to, to us. Uh, and the second part also was to, to try to become a bit closer from the Japanese culture, because it's a culture we always wanted to, uh, discover. ありがとうございます。では、えっと、ちょっとこれは本文とは離れちゃうんですけど、日本の文化に興味があるというところをちょっと深掘りしてお伺いしたいんですけれども、あのもともと日本に来られたことがあったりとか、そういう文化に触れることがあって興味をお持ちになられたんですか Well, to be honest, we never went to Japan, both of us. but uh, it's a culture that we were uh, sensibilized to like since very young um, regarding, you know, first the, the pop culture was a big thing, but also all the culture around the fact of uh, writing, writing uh, the stationary OC, which is a big thing. Uh, so that's why we had this trade to the Japanese culture. Thank ででではは、次のののの質問とととしししてててテテーーーママににに対して興味をを持っいいいいいいただいたたただうううううふうに聞いたんですけれどども、このアンダーニンラニグよ読みたいのでしょうか Yes, of course.、Um, to be honest,、uh, the first time we read the brief, the first time we read the, the, the theme, we were in Greece and we, when, we, we were arriving in Greece from France. And we were just starting a new way of living, a new way of life, a new lifestyle, uh, which is much more calm and really peaceful in Greece compared to France. And at that point, we were kind of unlearning the stressful life, unlearning uh, to be under pressure. Uh, being, be, be, being in Greece at that point, we were uh, starting to work really. Uh, like let's say, in a in a more peaceful environment, uh, with much much um, less pressure on uh, like for us, and at that point, uh, reading the brief, we understood uh, like unlearning exactly as what we were living at that point, uh, what we were experiencing. So I think it it was. ありがとうございます。実体験を通して、バンラーニングというものをこう解釈できていたしやすかったということなんですけれども、では作品のフローブソーツにこう落とし込んだ過程というか、えっと、その辺の経緯を教えていただけますでしょうか well,、um The point was to try to unlearn, unlearn to think too much, to unlearn to put too big to do lists and too many thoughts on one piece of paper, and just to focus on one thing that was really important in your head or on the day. So, unlearning to, maybe not, learning to empty your head, maybe. Like it was more to learn to be in a meditative state. And to forget the hustle and bustle of the daily life that you live at work or in your daily living. <laughs> <laughs> That's the point. And even the name uh, flow of thoughts come from the meditative state. Because when you meditate, you know, you you have to focus on the empty, you have to focus on nothing, and your flow of thoughts. Where it comes from, actually. ありがとうございます。あの一次審査の時のプレゼンテーションシートと。最終審査会でのこう模型のこうアウトプットが。かなりこう印象としては。あの大きな変化を遂げられてたなと思ったんですけれども。あの変えられたこう理由とか。を教えていただけますか。yes of course。at the first release。 Uh, we had some feedbacks from the judges, uh, which were, um, how to say that? We decided that the first, uh, for, for, for the first release, not to use all the pages as something usable. So for the second, the second part of the product, for uh, the improvement we did, we decided to make the, this product as, mm, as usable as it could be. Uh, using all all uh, square centimeter of any pages, like to be 99% usable, uh, and so this is why we decided to change the all the white part in the all the black part in the, in the pages uh, to put scribbles at uh, at this place uh, to be able for to to be yes to be able for the user uh, and for the people who will probably have it to use. All the product, not to have something just one line usable in one, one full product. So, this is why we, we try to, to optimize it as much as possible. Thank you. We also wanted to make it as more ecological as it could be, because you don't want to use that ink not to be usable. ではちょっとプレゼンのことを教えてください。あの最終審査会でのこうプレゼンにおいて工夫された点があれば教えてください。Uh, yes, of course.、Uh, I think we prepared ourselves、uh, as it was something、uh, in t、um, in <Video. S 2> yes in video like in Zoom.、Uh, we were able to prepare something.、Uh, I would say much more easier for for us. To, it, it was easier for us to prepare something uh, because we had less stress than if we were on the, on the, uh, on the place in Japan. Um, but I think it was really well made. It was really professional from your, your side, from the Kokyo side. Uh, we were really impressed about the quality of the, the speech, the quality of the show. It was kind of TV show actually for us from a French point of view uh so uh, we prepared ourselves as we did uh, usually as we do usually but uh from our point of view it was perfect we we have we had nothing to to say that were that was maybe uh how to say uh, a weakness from from our point of view it was it was perfect must comment. まあ、リラックスをして、望んでいただけて、それがすごくいいように作用して、こちらも良かったなと思って、今、嬉しく聞いていました。Thank you. Good to hear also. It was a pleasure. ありがとうございます。では、ちょっと次の質問なんですけれども、えっと、今回のこの受賞を経てですね、何かこう周囲の変化だったりとかあの、お二人の心境の変化、これから目指したいことみたいのがあれば教えてください。Wow. actually the first thing that changed was the self confidence actually now we are more confident in our projects we know that we are designer we are graduated we are creative so we can we can apply to this kind of contest and we can win this kind of contest and we can understand the topic of this kind of contests so we were really glad to to validate the fact that we are uh, creatives and also, another point is that we learned that we could, le we could work together in a duo, actually, because we are two different persons with two different personalities, and that we thought maybe at the first time it would not match in a work project. And actually, in this contest, we really balanced our two way of working. And yeah, it was a really good experience. And now we know that we can collaborate together also. <laughs> 関係性も少しし変わったたたとととといいいいううかか見つめ直すすこがができたのかなと今お話を聞いて思いままありがとうございます Yes, exactly. exactly. And also, our path for our professional career has changed a bit from the competition.、Uh, because we decided to work more on the experience, we understood that working on emotional as a designer was possible. So we we wanted to uh, to be more involved in this part. So we are we are both of us working more on the experience and on the advice uh, within the design uh, design field as designer. I mean. Thank you very much. 今年のデザインアワードに応募しようと思っている方々に向けて、えー、お二人からそれぞれメッセージをいただきたいのですが、お願いします perfect well the first advice I would tell them would be do not hesitate first but also stay open minded like go as far as you want to go at, at least while it's in the scene But stay very open-minded. Uh, be crazy. Be creative. Go, go reach like the, the deep, the deepest meaning you can. I think also from uh, from a, a French point of view, I would say for uh, future people, even if they are foreigner, uh, to try to think out of the box, uh, not to keep in something uh, too. Uh, obvious, let's say maybe. Uh, and also to, to, to not be afraid to explore different different paths and different ideas. Uh, as I, th I think also it was the the exact purpose of this contest uh, to try to explore new things and to try to to bring a new kind of creativity into the design uh, into the design product. Uh, so I would say to not to be afraid to explore maybe new culture from some of for some of them, uh, bringing also a bit of their own culture, and uh, it, it would create something a mix which will be really interesting. I think uh, maybe that was our case. We don't really uh, we can't really really understand what, what, what which was the the limit. Of uh, our culture from the Japanese, uh, from a Japanese context, but uh, yes, I, I would say not to be afraid to 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 bring their creative their, their full creativity. Hey, Emiliano Josephson, hey thank you very thank much. much. Thank you for this organization and for this contest. It was, it was perfect for us. We really enjoyed it. So then, the Design Award 2023. 応募に関するご説明を以上で終了いたします長い時間ご視聴いただきありがとうございます皆さんのご応募をお待ちしております